皆さんおはようございます。おはようございます。今ご紹介いただきました。はい、マイクご紹介いただきました。ニューイッキのスポレプの岡崎と申します。よろしくお願いします。私は33日、この間卒業しました。テニコレプリンドラーの中村でございます。本日よろしくお願いします。はい、それでは、中村さんが言ってくれました。パワーポイントで伝えます。私の話は脱線しがちなんですが、前半は岡崎、後半は中村ということで、今日のメインテーマが、活動事例の中の皆さんのご紹介しました。非常に早川と大津における広報活動の対応ということで、紹介してもらいます。それでは、よろしくお願いします。これが、百貨店から撮ったというような、表現になっておりますが、中村さんが探してくれまして、非常部というのは、百貨店によればこんなことを書いてます。障害があってですね、高齢社会ですので、私ももういい時なんですが、高齢化で、あそこに聞いたんですが、日常生活で、それで、うまく何か使えないというようなことが起こった中でですね、これ、さて、こんな近代的なところです。わからないです。こういうことで、それから、そこの中で聞いて、例えば、箸が使えなくなりますというの中で、後で事例が出ますが、その箸でも、特殊なガイドがつき、バネがついている方でですね、箸が使えない人が、また箸が使えるようになって、嬉しい。こういうようなことをあります。で、あと、何度か重複して出てきますが、その人、一人一人に合わせたオーダーメイドをやる、それから一応、完全なボランティアですので、年会費1000円ですね、活動します、現在35名ほど後で出ますが、いう形ですので、安く提供できますというような形も、ポイントにしております。はい、自助具の位置づけということで、バリアフリーということで、障害があろうとなかろうと、ダンサーがないようなフラットのところは、普通の健常者でもいいですよ、それから障害が出て、病気があって、その後もう一遍日常生活を戻したいということで、リハビリテーションというのも、いろんな病院でも今、盛んになっております。そういうことに対する、障害に対する個別対応というのが、言っておりましてですね、ユニバーサルデザインとかいうような形でいろんなところでの動きがあるわけです。そういう点から介護に関しては、私も市民病院 の作業療法室に転入させてもらっておりますが、そういうところに対してリハビリについても医療はそれなりの役割ですというような形で、部分的な関わりでございますが、例えばリハビリテーション、こういう事例を出しておりますが、杖なんかもある意味では大事なツールになっている。このメガネももちろんある意味ではそういうものでございます。それで少しくどい表現になってますが、自助具というのはそういうものに対するあなた向けの一つの道具を提供して生活の質を上げる、QOL と申します、クオリティオブライフですね。これを上げるのに作られるその人のためのその人用の道具、こういう位置づけでございます。どんなものが自由なのかということで少し事例を紹介して言ってみたいと思います。これはそば定食でございますということで、そばを老人施設なんかに行きますと、ひどい場合は刻み食になってそばをですねスプーンで食べる、そういうおじいちゃんおばあちゃんに聞きますとですね、私もおじいちゃんですが、聞きますとですね、やっぱりそばはプルプル音を出しながら食べたいよね、箸で食べたいよね、こういうこと。そうすると次のようなこれが
バネバヒと言いまして、先ほど紹介された私どもの、あの現物はですね、あそこにあの、あるのと一緒ですが、